皆さん、こんにちは。タヒチアンダンサー、ギャバンです。えー、本日もですね、まあ、タヒチアンダンス絡みのお話をしようと思うんですけども、えー、ま、春巻選手とのね、レッスンの中ではよく出るワードなんですけれども、えー、センスというね、えー、言葉が、あ、出ます。春巻選手はよく聞き慣れてると思います。えっ、ー、と、例えばですけど、あのー、ここで、えー、その振り付けを入れるセンスであったりとか、そのポージングを そのかっこいいと思うか、かっこ悪いと思うかのセンスみたいなことをね、えー、よくレッスンの中で言ったりします。えー、っと、うん、まあ何ですかね、やっぱこうダンサーとして上手になるためには、自分が、えー、っとやっている、自分が今鏡を見ながら、まああるいは鏡がなくてもいいんですけども、鏡なしでもこう自分のポーズを自分の体で 体の感覚でこう判定したときに今のポーズがいけてるかどうかっていうのを、その判定する。えー、いけてんじゃんっていうね。もしくはお手本通りじゃんっていうための、まあ、物差しというか、やっぱセンスが必要だと思うんですね。ダンス的にこのポーズは、まあちょっと、あんまりかっこよくないなとか。 だから僕の中でもういろんな物差しがあると思うんですけど、僕は結構タヒチアンダンス結構画流でやってきたところがあるんで、タヒチアンダンスのトラディショナルな物差しで言ったら、もしかしたら外れてる部分って多々あると思うんですけども、僕は単純に、なんてうんですかね、今まであの長くダンスというものに携わらせていただいた中で、なんとなく自分の中で勝手に培った物差しで、 かっこいい、かっこ悪い、みたいなのを結構測ってる部分はあります。うん、だから逆に言うと、まあ別に僕がセンスがあるとかっていう話じゃなくて、まあただまあある一定の物差しは一応その僕の人生の中で出来上がってて、その物差しを他のジャンルとか、他のスタジオとか、他の方とすり合わせた時に、あ、間違ってないでな、ある程度そんなに。 あの、間違ってないなっていうね、他のところにこう自分の物差しを合わせてみて、自分の中で1センチだと思っても他の物差しと合わせてみて5ミリしかなかったりとか、1センチのつもりから10センチになっちゃってたりすると、や要するに世間の感覚とこうずれてきちゃうところがありますんで、他の方と比べたりとか、例えば同じ振り付けを踊った時に春巻選手と僕の振り付けを比べたりとか、えー、他のね、 段差さんと比べたりとかあとは、まあ、振り付けが違ったとしても、えー、踊ってる時の踊り方ポーズの取り方っていうのを見させてもらって、えー、物差しをこう合わせるタイミングっていうのがね、えー、出てきますけれどもあ間違ってないなっていう、まあ、それなりのこう今までいろんなところで物差し合わせてきた中でお客様のリアクションとか、えー、自分がどういうふうに評価されるかみたいなところを見ながらね 自分の物差しの精度っていうのは合わせてきたつもりです。だから逆に言うと春巻き選手とかこれからダンスをもっと上達したい方はですね自分の中のそのセンスというか物差しがえまあ一般的なとか先生の物差しとこうそんなに外れてないかどうかっていうところをチェックしないといけないしそういう物差しを作らないといけないなという。 ところがあります。すごくね、抽象的な話で申し訳ないんですけれども、やっぱりこれっていうのは、なんかこう、具体的に人から教わるものじゃなくて、やっぱりこう自分が意識して作っていくものだと思います。やっぱり世の中、ダンス鑑定士ってあんまいないですよね。ただ、不動産鑑定士と言われる、だから不動産のまあ価値を鑑定する方がいて、で、あとは、まあ、不動産とかだともしかしたら明確にね、 あの日々があるとか築年数とかってとこで判断ができるのかもしれないですけども例えばお酒ソムリエとかねえいらっしゃるわけじゃないですかあとはえ例えばですけど食べ物まあ飲食店やってらっしゃる方でもうーんどういうその隠し味を入れたらどういう風な味になるのかとかねあとはあのグルメ漫画とか見てるといやこれは隠し味でこの味が入ってるあれ味噌が入ってるんじゃないかとかっていうね ありますよね。僕は、断水スに関してはもう点でです。もう、食事もよくわかりません、ね。何か、こう、隠し味が入ってたとしてもわかんないし、うん、美味しいぐらいしかわかんないんでね。バカじたって家族にすごい言われてます。一方で、例えば美術館に行って、例えばその、わかんないですけど、ルネサンス時代のね、何か、こう作品とかいろいろ見ても、うー、んうん、ここが素晴らしいねってわかる方もいるわけじゃないですか。 でも僕は分からない、うん。だからやっぱそういうとこなんだと思いますよ。だから僕はダンスに関しての物差しはそれなりに自信があるけれども、例えば芸術品、美術品に関しての物差しは一切ないし、食事に関しては物差しあるけど、ものすごいいい加減な物差しで、まあ、正直、あのうまいかまずいか、えー、しょっぱい、甘い、酸っぱい、辛いぐらいしかあの判別する能力はないということです。だからすっごいいい加減な物差ししか持ってないんです。 あの料理に関してはお酒もそうですよねお酒も僕ビールのそののどこしみたいなのがようやく分かったかなぐらいしか分かりませんからで芋焼酎がどうだ麦焼酎がどうだうーんまあお酒やなぐらいしかわかんないし日本酒に至ってはねうんわ結婚式の時に飲むあれだみたいな感じでしか僕印象がないから,からお酒に関しての物差しはもっとないわけですよもっといい加減な物差ししかない。 えー、っていうことなんでね。だから、あの、一人の人でも、いろんなジャンルにおいて様々、さまざまな物差しを持ってらっしゃいます。筋肉の専門家の方は、筋肉とか、その、どこを鍛えたらいいとか、どこを意識したらいいっていう物差しが、 一般の,あの全くそうでない方に比べてしっかりしたものしが多分できてると思います茶道をやってらっしゃる方はその手つきとかあとはあのその何んですか立てたお茶の,あの味わいとかあとは全体的な雰囲気とかを推し量るそのものしっていうのがきちんとできてると思いますでダンサーは何かというとダンスに関してのものしがきちんできていなければやっぱり。 あのんてうま、ね、いダンサーになろうとした時に何がうまいかもその物差しで測れなかったら何がおいしいか分からなかったらえ何がその茶道に関して素晴らしいっていうものなのかっていうのが分からなかったらどうやって上達したらいいか分からないじゃないですかだから上達するための道しるべのためにはやっぱり自分の中にある程度他とのすり合わせができてるある程度自信のある物差しができてる。 ことが、まあ要するにセンスということですよ。うん。だからやっぱそこがね、やっぱりこうできるかできないかっていうところで、まあなんか才能があるないみたいなこともあるとは思うんですけども、僕はなんか昔ね、本当に自分がガキの頃です。小学校の頃にコンクールとか、バレエのコンクールとか見,見させてもらったりとか何かこう、他の方を見るときにね、ガキだから、下手くそなくせんね、他の方を見て、なんかあの人あんまりセンスないねみたいなことを あの頃はまあ無知ゆえのなんかこう何て言うんですかねうん,なんか資料の足りない話だなとも思いますけれどもんだから僕が思うにそのセンスがないねとか才能がないねというよりかはやっぱり練習練習とか研究なんだと思いますよ生ま。生まれた瞬間にそんな才能がある人っていうのはやっぱりなかなかいないんじゃないかなと思います。 やっぱり好きで興味を持ったことに関してどうやったらうまくなるんだろうとかどうしたらおいしくなるんだろうとかどうやったらあの見分けられるようになるんだろうってことをあの突き詰めてねまあダンスで言ったらたくさん練習するし他の人を見るしえ世界からうまいと評されてるしっかりとした確実にこの人に寄せればしっかりした物差しになるっていう定評のある方のあのー ダンスを見て勉強するとかねえっていうことが大事になるしそれこそソムリエの方もおそらくその一流になるまでに何万回とか何千回とかっていうテイスティングを重ねて研究もするしまあタバコとか吸っちゃダメとかいろんな制限もあるでしょうけれどもだからいろんなその鍛錬とか研究を積んでねえそういうセンスというかその物差しを完成させてるってことを考えると やっぱり生まれついての才能があるね、才能がないね、センスがあるね、ないねとかっていう話じゃなくて、これは作れるものだと思います、後天的に。だからやっぱりこう何事も、よく言うことなんですけどやらせ、やらされてるか自分でやってるかみたいなね、習い事の話もするんですけども、やっぱり好きこそものの上手なでですから、やっぱり自分が好きなことはおのずと研究しやすいし、研究、勝手に研究すると思うんでね。うん、だからやっぱりそこで、 あのたくさんのテイスティングたくさんの研究を重ねてもらってたくさんのポージングを自分の中であのやってもらってねでその中でこう自分の物差し自分のセンスっていうのを研ぎ澄ませていけば上手くなるのは早いんじゃないかなやっぱりこう目印もないのに走ってたって僕はやっぱゴールに近づくかっていうとはなかなか難しいんじゃないかなと思います。だからうーん あ,ある程度ね、ブレはあっていいと思うんですけども、ここだっていう、やっぱりね、道しるべを作るためにも、そのためにも、あのやっぱりこう、正しい物差しを作って、自分の方位磁石,磁石を作って、自分のコンパスを作って、そこに向かってね、走っていくってことが大事になるかなと思います。だから、春巻選手も今の年齢で、これからどんどん年齢がね、今後上がっていくってことを考えたら、今のタシチアン・ランスの えー、大会用の練習だけじゃなくてね、もういつも言ってることですけれども、ダンスにとって大事なのは、というか、春巻き選手の人生にとって今後必要なのは、タッシアンダンスのコンペ用のドラムのリズムだけをうまく踊るっていう、そんな超局地的なスキルじゃなくて、ダンサーとしてね、もっと広く、体の使い方、肩の,の上げ下げすらも自分でコントロールして、この時は上げたほうがいいな、この時は下げたほうがいいなって。 ね、で、っていうのも判断できるようになるし、こういうポージングだなとか、先生が向いてる体の向きを自然とトレースしてね、合わせる,合わせる技術とかっていうところの方が、よっぽど今後、えー、何十年っていうね、春巻選手の人生にとってプラスになるんじゃないかなと僕は考えてますんで。えー、全然、だから今の年齢で、そのなんか、例えばうまくいかないからセンスがないとか、才能がないとかっていう話じゃありません。 いかにやっぱり意識して、これから、もう今日この瞬間からね、物差しを自分で作っていくっていう作業が大事になってくるし、ある程度できてきたら、それを他の方とこう、すり合わせたりとかね、自分の体を使って、あの、その物差しが、こう、なんですかね、きちんとした、形ある、そして評価される物差しになるかどうかっていうのを、研究していくっていうのが、まあなんかダンサー人生なのかな、というふうに考えております。 まあ今回はすごくね抽象的なお話で恐縮なんですけれどもあの、まあ、センス、えー、才能みたいなところっていうのは作れますよとでそのためにはたくさんのテイスティングそしてお手本を見たりとか他の方のパフォーマンスを見たりして研究してそれに自分を合わせていってっていうことがやっぱり大事になるんでやっぱり真似したりとかっていうこともやりながらね、えー、人間っていうのは物差しを作っていくんだろうなっていうのがありますんで。 ぜひね、そこを意識して、日々のレッスンに当てていただくと、少ないレッスンの回数でも、たくさんの経験値を得ることができるようになる可能性がありますのでね、ぜひ参考にしていただければと思います。ダッシュアンダンサーギャバンでした。ありがとうございました。